い、どうも、コミです。さて、本日はこちら、関西クラクラクラブから動画をお届けしたいというふうに思うんですけども、初のですね、JWC の勝利、掴み取りました。やりました。ありがとうございます。はい。いや、苦労しましたね。結構もう5000円やって、やっと初めて勝てたって感じですね。でもやっぱね、これに、参加して、揉まれていくうちに、どんどんね、チームが、攻めも守りも強くなっていくんですね。まあ、それをほんと実感できて、ものすごいもう、何皮か剥けたかなっていう気がします。まあ、それはね、またこういうちょっとお話ししたいと思うんですけども、本日お話ししたいのはイエティに関して、見ていきたいなというふうに思いますので、ちょっとね、こちらご覧いただければと思います。で、ちょっとですね、動画を流す前に、この配置、皆さんだったらどっからイエティを入れるかというところをちょっと考えてほしいなというふうに思うんですけども、どっから行きますかね。私ならですよ。私なら、ここから行くか、ないしは、ここから行きますね。イエティ全部書いちゃった。こうですね。で、ここには絶対に入れません。で、こっちにも入れませんね。なんでかっていうと、このダメなところはちょっとまあ話しますね。ここっていうのはイエティを入れた瞬間にばらけるんですよ。この6字側って。そう、こういうふうにイエティが入るじゃないですか。入ったら、こっちに行っちゃうし、こっちにも行っちゃうって、こうね、通路の中にバラバラになっちゃって、ヒーラーの回復だったり、レイジの中に全部乗っかりきんなくなっちゃうんですね。なんでダメ。で、上方面、こっち側から行くと、バーバー金の入れば投石機、相手のアチャクイ、防衛軍と全部があって、このインフェルノのところら辺で、ものすごいイエティが削られちゃうと思うんですね。で、タウンホールに到達する前に結構削られるかなと思うのと、あとイーグル砲、まあ、最後に処理しなきゃいけなくなっちゃうんで、ちょっと嫌かなっていう感じがして、まあ、さっきの2つの面から言ったんですけども、2つの面を候補に考えたんですけども、ミッキーさんはですね、こっから行きました。で、もともと考えてたのは、ここだったんですね。ここにジャンプの呪文を打って、イエティを入れていくっていう、まあ、プランだったんですけども、こっちをグランドウォーデンのね、お弟子当ててカット、こっちをババキンを当ててカットという感じですね。ただね、なんでね、このプランを今から見てもらうように修正かけていったかというところをですね、ちょっと本日お話ししていきたいというふうに思います。イエティを通す場合って、ちょっとまあ前段が長くなっちゃいましたけども、めちゃくちゃですね、配置の、その壁の形をよく見た方がいいですね。今回みたいな真四角の配置、こういう感じですよね。これ非常にまあイエティが刺さりやすいとは思うんですよ。パッと見ね。なんですけど、そこ闇雲にイエティ突っ込ましちゃうと、壁の中入った瞬間バラバラにばらけちゃうので、かなりですね、実は、なんていうのかな、細かい調整が必要になってくるっていうところも覚えておいてもらうと、イエティがね、刺さりやすい配置の中でも特にその刺し方っていうのが、見えてくるかなというふうに思います。でですね、まずはグランドウォーデンのお出火で1分間ぐらいかけてですね、この対空砲ぐらいまで削っていきます。で、バーバリアンキングを使ってこの辺ですね、金庫とか、兵舎あたりっていうのをカットしていくと、まあ、この辺までは、冒頭話したプランから変わってません。イエティを突っ込ましていくポイントっていうのが、この壁、この真ん中のこの壁ありますよね、の、左半分っていうのかな、こっち側、ここにイエティをこう流していく。っていう風なね、ボーラとイエティが流していくと。まあ、こんな風なね、プランになっているっていうところだけ少しね、特徴的なのでよく見てほしいという風に思います。これね、壁が縦にこうな、縦というか、まあ、なんていうのかな、イエティの行く手を阻むようにこう並んでるじゃないですか。で、あんまりね、ここにイエティを通したくは多分ないと思うんですよね。だけど、こうしなきゃいけないわけっていうのは、さっき言ったようにイエティたちがこっちに入った瞬間に全部こうばらけるからなんですね。こういう風に。みんなばらけて、こっちにもこう広がっちゃうじゃないですか。こうなった瞬間にもう、集団の力が失われてアウトになっちゃうんで、きっちりここまでの中にまとめてイエティとボーラを流し込んでいくと。で、ジャンプで奥まで突っ込んでいったら、今度はど真ん中にこうクエイクで穴開けるんですね。こうすることによって、イエティたちを通るルートっていうのが、こんな風に、まあ、なんていうのかな。このぐらいか。このぐらいにこう広げられたのがわかりますかね。この区画を全部イエティが壊してくれるような感じになるわけですよね。で、あとは、イエティたちがそのまま まっすぐ、この2次1次方面に向かうように、ロイヤルチャンピオンを使って、この下方面をカットしていきますね。でさらに突撃艦をここに当てていくと。で、ここもイエティの中に入っているので、それで壊していくという感じですね。にしていって、あとはイエティたちが最後、惰性で、頑張ってくれるのに期待するという感じになります。ちょっとね、これミスったのかな。壁がこの上の方、今イエティがいるね、この3次方面に開いちゃったんで、そっちにイエティがこう大量に流れていってしまってますけども、本当はね、このイエティもう少しこの12次側に流していく予定だったというふうに思います。
うん、まあでもまあどっちに行ってもね、イエティたちの突破力でこの三次方面をものの見事に破壊してますんで、もうこうなってきちゃうと、まあ結構ですね、もうイエティたちが壊せないところはあとロイヤルチャンピオンが回ってくれますしね、こんな風に。これでもう全部防衛壊して、あとは回収タイムということになりますね。やっぱりですね、こうなんていうのかな、一見、この壁の、特徴を見て、なんとなくね、イエティを、効率よくね、広いところに流し込みたくなるんですけども、イエティやるときのコツっていうのは、最初は狭いところにイエティを留めて、中盤から終盤にかけて広げるということですね。これがすごい重要なポイントです。序盤はここにイエティを集結させておいて、最後、終盤で一気にこう、ばらけさせる。で、ばらけるタイミングでトームが使えると、なおいいって感じですね。こんな風に考えていかないと、最初からイエティばらけちゃうと、防衛がいっぱい残ってる状態でこうバラバラになっちゃうんで、みんな確保経費破されちゃうんですね。これあまり良くないということで、ちょっとね、その辺の話をもう少し細かく、TH コンプリーターさんに移ってみていきたいと思います。どうぞ。こちらになりますね。さあ、見ていきましょう。これ、もろ回廊ですよね。で、どういうアプローチをしていくかっていうと、イエティたちをですね、こっから流し込んですね、こっから。イエティたちが、まあ、こんなような感じで入っていくのかな。そうするとどうなるかっていうと、当然、左右にこう散りますよね。で、その散った時のイエティたちの、戦いっぷりっていうのをちょっとよく見てほしいんですね。まずはサイドカットをしながら、これアーチャークイーンの食い火ですかね。で、12時方面をカットしていくと、まあ、そんなプランになってくると思います。で、そのまま、この、9時10時方面のアチャトンのところ辺にジャンプを打って入っていくと。で、中心部透水機のあたりに、クエイクを落として一気に広げていくんですけども、思いっきりですね、そのクエイク打ったタイミングでまだ、こっち側ですよね。防衛が残ってるので、まだまだイエティの仕事の場面ってたくさんあるわけですよ。なんですけども、先にイエティがばらけてしまうと、終盤、最後のね、施設を壊すだけの体力がイエティに残らなくなっちゃうんで、それがちょっとね、残念ながら全国は今まで伸びなかったというポイントになってきます。そこをね、ちょっと細かく見ていきたいというふうに思うんですが、こんな風にまずは、アーチャクイーン、クイヒの形でさ、9時方面に歩かせていくと。ここですね。ミストのところらへんにジャンプを打って、イエティを流し込んでいく。そこまではすごく綺麗です。もうね、よく見てほしいなというふうに思うんですけども。アーチャークイーンの体力管理も完璧ですね。このままジャンプの呪文をしっかり打って、イエティたちをペッカの先導させてから流していくと。これペッカを入れる理由ってね、体力があるんで、ペッカって。イエティが序盤でダメージ受けて1、2体落っこっちゃうとかね、イーグル6の着弾でやられちゃうとか、そういうことがなくなりますね。まあ、っていう意味でいいんですけども。さあ、それちょっとですね、余談として置いといて、さあ、イエティたちが入ってきましたね。ここでまずばらけますね。わかりますかね。イエティとかボーラーが一気にここでばらけましたよね。で、さらにこれから集合していこうとするんですけども、まだばらけたままですね。はい。で、ばらけてイエティがやっと集まってきた頃には、もう中に先に入ったイエティとか、テッカなんかが結構やられちゃっていて、かなり数が減ってるのがわかりますかね。これ、ヒーラーたちの回復範囲に全部のユニットが入ってないんで、回復の恩恵を受けてないユニットが一斉にやられちゃうんですよ。やられてしまって、また後からユニットが来たとしても、もうそのユニットたちが多勢に無勢で、またそれもやられちゃうというね、連鎖を繰り返してユニットがあっという間に溶けていっちゃうんですね。まあ、そのパターンに今回、ニャンさん入っていってしまったということですね。ちょっとこれ持たなかったなっていう気は少しします。まあ、ロイヤルチャンピオンで、早めにこちらの9時方面をね、こう削っておいてですね、ロイちゃんでこう、まあ、結果論ですけどね、これやろうと思ったら難しいんですけども、イエディたちをこれクエイク開けずにぐるっとこうね、流すような格好にしてもよかったかもしれないですね。で、まあ突撃艦を真ん中に当てるとか、まあいう方法もあったかもしれませんが、まあでも確かにね、この形で行くと、まあ星には硬いので、まあ決して悪いとは言えないんですけども、全開取ろうと思った場合にやっぱりこの三次方面を破壊するだけの体力をイエティに残したいんだったら、最初はやっぱりこう集団で歩かせておいて、中盤から終盤にかけてワッとこうね、イエティを広げる。まあそんなような形を作るのが一番、無難な形になってくるんじゃないかなというふうには、思います。で、ですね、もう一本ね、この K さんが撮っているイエティ見てみましょう。これも結構ね、綺麗なんですね。イエティをこちら側から、こんな風に入れていくんですけども、ここからですね。で、この入れるポイントもやっぱね、うまいなと思うのは、ここに多分注目してるんですね。この縦の、わかりますかね、この縦の壁の隙間。ここに注目してるんですよ。それね、何かっていうと、スーパーボールブレーカーで磯目開けますよね、ここね。スーパーボールブレーカーで。で、ジャンプの呪文をこの辺にこう打っていくとですね、イエティたちがこの縦の壁のラインに乗って結構奥までゴン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 突き進むんですね。そのパターンというのをうまく利用していますね。で、これもかなり、これ、あと、スバオールベカそこに開けたか。
ここに開けちゃいました。だから本当はこの壁の切れ目あたりに開けたかったんじゃないかなと思うんですけども、あ、もう一個持ってるんですね。はい、壁の切れ目開けましたね。開けていって、この縦のラインを使っていきます。さあ、ボーラーと一緒にエイティが一気に流れに乗って、もう壁殴り飽きちゃいましたね。壁が弱いからいけちゃうのか。で、ジャンプの呪文で一気に飛んでいくんですけども、ここまで見てほしいのは全然ばらけてないですよね。わかりますかね、これ。全然エイティたちがこの範囲の中で留まってるのわかりますか。なので、ヒーラーとレイジの恩恵をきっちり受けてガンガン回復しながら進んでますので、エイティの数が減らないんですね。まあ、あの壁が結構弱くて、まあ、大砲なんかも弱いんですけども、このギガインフェルノはレベル5でマックスだったりしますしね、まあ、そんなにこの辺の火力って低すぎるほど低くはないと思うんですよ。なんですけども、やっぱり周の力が強いので、回復、前進、破壊ですね、この3つをレイジでさらに加速させていくという、まあ、このトリプルコンボが綺麗に決まってますね。こうなってくると、最終盤に至るまできっちりとヒーローも、3体とも、ね、こう残ってますし、ロイヤルチャンピオンがまだ体力残している状態でこっち、ね、駆除方面削っているという、ね、かなり綺麗な格好が作れてますね。こうなってくるともう結構もう、あとはもう防衛施設のなすすべなくなってきますよね。バーベナキングをフィスト残してますし、まだホグライダー2体残ってるという状態で、うん、こうなってくるとかなり防衛側はきついですね。はい、最後の、区画、4時方面に向けてさらに追加のホグを出しながらフィニッシュを迎えるという格好になりますね。うん。どうでしょうね。まあ、こんな風にですね、最初は集団、終盤は、ばらけさせる。っていうね、この順番でイエティを使っていくと結構ですね、イエティたちの伸びっていうのが期待できますのでね。イエティなんかやってるんだけど、なかなかうまくいかないなって方は、序盤からですね、広いゾーンにぶち込みすぎてないか、すごくよくそこ考えた方がいいと思います。今回の、ま、Kさんのパターンで言うとですね、なんちゅうのかな、こういうとこですよね。ここになんかジャンプとかをこう打って、イエティとボーラーをここに入れちゃった瞬間にこう一気に全部ばらきますよね。ここにクエイクなんかをね、当ててしまった日には、この部分が全部こう繋がって、なんか良さそうに見えるんですけど、序盤で全部散らばっちゃうんで、ここは壊せるんですよ。ここは壊せるんですけど、でも、こっち側が壊せないんですね。壊せなくなっちゃうんですよ。なので、何度も言いますけども、序盤は狭く、終盤を広める。このね、順番で、イエティたちが進んでいけるようなプランを考えていくっていうのがすごく良くて、そのために今、この壁の中の区画の作り方を、作られ方をよく見るべきですね。さっき言った、ケイさんの、このアタックで言えばここ。こういうところをケイさん全然見逃さずにですね、しっかりとうまく使っていたと。いうことですね。使っていたので、綺麗にですね、イエティたちがここにこう集まるような形でジャンプ1枚で、それを成し遂げたということになります。まあ、スーパーウォールベイカーを使えたっていうのは結構でかいですけども、まあ、使えなかったとしてもね、まあ、イエティのパンチで殴り開けられるようなところですので、まあ、そんなに大きく、まあ、影響は今回はなかったかなっていう気はします。まあ、スーパーウォールベイカーの動画ね、またこれから出していきたいと思うんですけども、まあ、こいつらはこいつらでもっといい使い方があると僕は思っているので、まあ、そこもね、今度話をしていきたいというふうに思っておりますので、また次の動画をお楽しみにしてもらえればというふうに思います。はい、というところで本日の動画を終わりにしたいと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。ぜひね、関西クラクラクラブ、TH コンプリーターさんにも、それぞれ遊びに来てもらえたら嬉しいです。お待ちしております。では、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。